接続が確立しました。こんばんは。こんばんは、世界のゴミ料理シリーズ大好き。誰がゴミだよ。なぜかキモイちゃんの配信が終わると始める配信者たち。こんにちは、ベリーミルクです。こんばんは。萌ちゃんの、萌ちゃんやってたんすか。あ、ゼルダやってたんかな。すでに三角コーナーになるという結果だけが残った料理をぜ、ボルシチとかだんだん意識高いの作り始めたな。まあ、もう、もともと意識高い系男子やからな。その声で行こう。待ってました。絶対材料揃えてない男をジェス。こんにちは。メリーミルクと申します。やってらんねえよ。ね、こんばんは。いや、最近メリーミルクさんのね、ケツ穴からメリーミルクさんのね配信をよく見てるんですけどね、それだけが楽しみです。まあ、ロッシュはまあ、なんていうんですか、国民的スープみたいなことですよね。バラバラになるし、ソースもザラザラだし、これは誰がどう見ても失敗で、いかやく。あのさ、こんばんは。今日はね、ボルチ。メリーハウスならじいちゃんが入ってたし、メリーハウス。あ、ちょっと待って、配信終わります。配信を終わります。俺言ったよね、マイナス1、正常意識で缶キリを持っていませんでした。は、ボルシチよりボルシン頼む。おい、缶キリがないため配信。缶キリがない。マイナス1、買い物行ってらっしゃい。おいおい、のか、俺、ちゃんと材料揃って言ったよね。材料は揃ってんだよ。わらわら、ゲーム配信して、素手で開けなさい、マイナス1。やばいなぁ、缶切りがねえな。でも開けれるぞ。開けれる？缶切り持ってないとかどうやって生活しててん。やっべ。テロップ出してダッシュしてこい。マジモンのゲージやんけ。プルトップがないねん。18世紀ではライフルで撃って開けるんだぞ。開けますかね。チンパンの缶開け配信。わら。いや、怖っ。めちゃめちゃ。点をつけば指でも開けられるぞ。気をつけろよ。怪我しますよ。いやいや、ダブル頭良くないんだからやめなよ。わら、何してんだ。ギフに切り抜かれるぞ。怒りのチンポジに見えた。ハサミは危ないぞ。そんなので引くわけないやろ。わら、事故はやめてな。真ん中穴開けろ。缶切りか。場合は手を料理しそうでな。缶切り、なんで缶切り持ってないんや俺。代わりにハサミを叩け。は？ URL、これ使え。これ？ちょっと待って、見出して。オープン。伊藤家の食卓もっと見とけばよかった。パントリー今日届かんやろ。ないなぁ。ウーバーイーツで頼むか、缶切り。今のキッズ缶切り知らんし、しゃあない。スプーンでも開けれるみたいやな。ハサミでの缶の開け方をアホクサに検索してもらえ。ライフハックやな、ライフハックしていけ。いや、コンビニに缶切り売ってます？ライフハック的なやつもトム。なんか、スプーンで開けれるとは書いてるけどな、これ。あ、なんか。レンジ
で爆発させれば開けられるだろう。それ爆発してんじゃん。男の人ってポパイなら握りつぶしてたからやってみ。ポパイ。ちょっと待ってな。おいおい YouTube 広告ふざけんな。なんでこの缶切りの動画に広告つけんねん。意味わからんやろ。1. スプーンをしっかり持つ。すくう部分、俗に言う、ツボに近い場所を握る、うん。はいはい。2. 缶詰の円、イカ焼く。コンクリートですれば開くよ。コンクリートで？あ、こうか。え？うわ、すごい。すごいパワー入れてるやん。スプーン曲げの何やこの動画。どうせ失敗するゲーム配信しよう。めちゃめちゃ力入れとるけど。いやアホくさが某海外ドラマで一人もののバカっぽいやつが寂しさ紛らわす道具にしてる描写あったな。マジで。なんやこれ。なんか笑。いけ。海外人に慣れしまきつ。アドバイス入れてない粉外人おるか。ああ、なにこれ。腕が持たんぞ、これ。ちょっと、なにこれ、ちょっと。缶開けるのに1時間かかりそうですね。やば。10分以内に開けられる確率計算できる方いませんか？真面目にやりなよ。これは真面目にやってるよ。ですね、缶切りが先か。缶詰を料理するところから始める戦艦先生。缶詰が先かとか。そんなの今関係ねえんだ。諦めずに缶開けやれ。でも、ビクともしねえわ、こいつ。動画見た動きとは思えないんだけど、手刀で開けろよ。スプーンもダメになりそう。手刀で？わら、普段から鍛えておかないから。ちょっとこれさ、コスレって書いてない？わら、ペンチとかニッパー持ってないのか。ペンチやったらある。あ、ニッパーあるで。あ、ニッパーないか。あ、ニッパーあるか。あ、ドライバー？相変わらずグダグダやな。わら、こすったらスプーン曲がるよな。筋トレ配信ですか？もはや持ち方が違うねん。すくう部分をがっしり持つねん。持つ部分見た？逆じゃね？ここ。今晩は15分経って換気して料理やる気ありますか？ハサミの先で穴開けろって、ニッパーの刃当ててハンマーで叩け。缶の弱点を見極めていけ。買ってこいよ。あ、でも飽きそう飽きそう。そうでは。これは岐阜、土人かよ。いやもう飽きそうなんですよもう。普通。打楽器じゃねえんだぞ。それスチールの無言を断定限界超えんといかんのちゃうか。なんで遊ばないでください。わら、猿が餌開けようと頑張ってる配信。キツツキ田中は。チンパンジーに文明の道具を持たせると使いこなせない。できた。今日の夜は缶詰開けて終了かな。なんか出てきた。違う。何か突っ込むところ探すけど今日は出起きたって。エレの下何やってんすか。誰か説明プリーズ。現在のエグ測定お願いします。うほほほって言いながらやって。鉛が入り込むからやめた方がいいぞ。来た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 。でハサミを叩くんだよ。今日の配信通報していいですか。やめてください。上からハンマーで叩くとかあるでしょ。草、これは土人。これって怪我するやつ。流血配信しないで。ねえ、缶切り派チンペオジャダブル金属。缶切りないんですよ。お父さん、わら、パン君こんばんは。こんばんは。知ってればおのずと缶の弱点は見えてくる。こわ、わら、っていうか、なんでハサミ開いて刺してるの。閉じたままでいいでしょ。あぶねえ、わら、じゃねえわ、わら、こえー、どにん、わら、ほんま段取り外事、穴開いたらスプーンでいけよ、わら、さすがに今日の配礼な、これだから完成人って見せてなんですよね、来た、一回開いたらスプーンでいいやろ、怪我しそう、わら、なんで準備しておかないんだよ、わら、缶切りないのに缶詰買うって頭大丈夫ですか。あとはスプーン
で穴を広げろ。わら、今日未明、刃物を複数回振り下ろし出血させた男を、スプーンの柄で擦れば開くだろ。岸和田の一般的な生き物だぞ。苦情気候、岸和田の一般的な。来たー絶対無理。あ、岸和田の人って大体こんな感じだよね。そうだね。スマイリー平田さん、こんばんは。こんばんは。違う、グロ先生、ついにパワータイプの地上って感じですね。出血、はい出血、とんでもねえ開け方。自宅にいながら極限サバイバルやりだすのやめねえか。テコの原理。怖いからこういう配信するなよ。いやもう本気で危ないからさ、もうちょっと常識でお願いしますね。大事、穴を広げずにそれだけでやろうとしてません。マイナスドライバーとハンマーがいいぞ。てこの原理じゃねえよ、広げろやばか。こんな開け方見たことねえ。わら、まさかそこからパカと開くと思ってるか。ハサミで切ろ。なんで缶詰に一のシロップついてるの。スプーンさんが勘弁してくれよって言っているよ。缶詰じゃないよな、こじ開けようとしてるゲージ。わら、もう少し切らないと。お前ダース形式してるだろ。わらわら。あ、ダースケ、ダースケ、ダースケシン。うん、はあ、腕痛い、あかん。缶詰の蓋が2等分になりそうなの初めて見た。怪我すんなよ。怪我はしない。お願いします。あーはんさん、原人の開け方なんて別の料理にすると多柔軟性がないのかな。1、2、3、ペンチもねえのかよ。アホとハサミは使いようって言うけど、アホがハサミ持った結果だぞ。マイナス1、意外とハサミの開けました。わら、マイナス1、開け方。わら、箱ぼれしそう。そろそろ採点するか。すごい。完成です。ペンチ、あとはペンチでグイッてやったらいけるやろ。こんな無残な缶詰見たことねえ。いい刃物、手がプルプルしてるのくさ。原住民の開け方。ボルシチは作ったことねえわ。俺もねえわ。なんで料理番組に工具が出てくんだよ。むちゃくちゃやな。指だけで開けましたってアップしてみて。引かれるわ、主婦に。強盗の開け方ですね。日曜大工。ゴミ回収業者もびっくりの開け方だよ。料理番組だったんですか。その工具用の油ついてますよ。プルプルしてる。わら、どうしてペンチがあって缶切りがないの。見たか世界、これがボルシチだ。こぼす確率計算できる方いませんか。ゲージオシェ。できました。開きました。料理やってことないでしょ。江戸がこういう開け方してたよ。江戸、何やってんだお前。わら、完成です。何やってんだって、開けてんだよ。まあ、これで開きました。もうちょい切らな、全部出てけへんかもな。採点するか。早いです。相変わらず普通の料理配信しないのな。わら、料理って生き切れるもんなんですか。ボルシチじゃなくて。疲れた。開いたけどあかんってか。ダブルだはわ。わら、軍人と同レベルだって。あかん。最高な日本人は知らないんだろうな。ダメだ、ダメだ。ではこれが普通の開け方ですよ。あかんあかん、もう今日ちょっとダメだわ。ダブル、ダブル、気まみれ配信。わら、は？ボルシチってなんだ。これ今、配信、サムネになったらこれめっちゃ怖いやろな。わらわら、ガチの血で草。血じゃないですよ。遊ぶ系配信、血だー。ダブル、ブッシャー、こぼす確率、払いたい。わらわら、血みたいに見える。わら、グロ、怖くせになります。血くらった配信、わら、ダブル、血だー。血じゃねえか、感じ、うわー。怪我した後みたい。早く。おいおいおい、警察沙汰か？血まじるブッシャー。それご飯にか
けてきようぜ。わら、岸和田の地。わー、大丈夫。なんやこれ。通報した方がいい。缶切り中に解決しました。凶器は料理用バサミ。今来た人、ちまきさんがリストカットしてます。リスカやめて、キムチ。リスカじゃねえ。わー、ブサイクだー。先生はとうとう西成のおっさんをやったんですね。ビーツの水煮缶ですか？内容物結構大きいですよ。なんその色？今日の怒りの理由教えてください。本気でそういうのやめてね。ちまきさんが事故ったらこのサイトに迷惑かかるから。本当な。誰やったんですか？これ何の缶詰や？中身これビーツ。わらわら。ビーツの。赤株？内臓が。そうです。赤株です。何しとんねん。箸で取るだせ。ビーツの色かな？ちゃんさんが本当に手首切って血だらけになることあるから信じるやついそう。ガイドライチ、わら、箸で出せよ、わら。出ました、全部。ボルシはね、ビーツがね、肝って言いますからね。てか、はい、では配信、始めていきたいと思います。完成です、消え。ああ、まあなんとかなったな。ったか危なかった。お湯。洗ってないですよ。お前がキモ、グロい。なんとかなった。お前レバーか何か、腕のスライスしたもの、ビーツって普通に売ってんの？匂いつきすぎる。売ってると思いますよ。わら、てかなんでエモーション使えなくしたの？ああ、なんか、なんとなくです。ごめんなさい。いや、俺、なに、俺のやつは使えるのか。普通、しかない。普通。普通。普通じゃないんだよな。普通。普通、普通。何は露天然。普通。ちょっと待って、どこ行ったっけ？肝とかどうでもいいから、まず人間に進化して、そうやな。目の開け方覚えよう。普通、返して、普通、普通、普通。いや、普通も使ってほしくなかったけど。使ってほしかったのか、エモーションで傷ついてからリストカットしたの？ちょっと待って、レシピどこ行った？あ、あったあったあった。まずですね、じゃがいも、人参は皮を剥いて食べやすく切る。キャベツは3センチ四方くん。金玉大臣じゃない。そん、キャベツは3センチ四方ぐらい。玉ねぎも、キャベツと同じぐらいの大きさに切る。ニンニクは潰す。ビーツは大きいものは食べやすく切る。はい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 。なるほど。じゃあ、ガイモは昨日剥いたやつがあるんで、それ使いましょうか。じゃがいもはありますよと。先生、ビーツ帯を使ってるんですか？それ高いやつでしょ。で、あと玉ねぎですか？玉ねぎ。飯飲みます。玉ねぎ1個。人参、やばい、これ4人前作ることなんじゃん。昨日の三角コーナーは全部食べたんですか？食べたよ。見て、食べたろ。配信内で食べたぞ。よいしょ。で、玉ねぎ、人参。はい。なんか今日めっちゃ切るもん多いから頑張っていかないと。先生の股間のビーツは元気ですか？誰がポークビーツだよ。シャウエッセンぐらいあるぞ。よいしょ。ベロみたいな料理を食べてうんことして出したの？その赤い汚れの内臓？これ、ザンギエフおじゃ。違います。人間じゃないです。ザンギエフ。よし。さっさやろ。さっさやろ。もうこんなビーツで止まってる場合じゃないで。こっちだけかな？いいとこ。今日はいい方やと思いますよ。牛の内臓？玉ねぎ男が玉ねぎ切り裂きます。玉ねぎ男ってあれ悪口なん？あ、まじ。あ、そうそう、今日さ、知ったんやけどさ、韓国旅行？めちゃめちゃ安なってるらしいな。玉ねぎ臭いから？韓国、なんでツアーみたいなやつ。なんか、価格がもう3分の1ぐらいになってたぞ。すごいぞ。アサヤクリーム買いましたよ。長沢よりも不時期だよね。犠牲するの？ひどいな、長沢くん。
藤木くんの方やったっけ？ひどいな、藤木くん。そう。犠牲チャンスじゃない。いやいやいや。いや、ちゃうちゃうちゃう。片道やから。片道やからな。な。そうやな。ボコボコされるかもしれない。そう。それ、もう事件あったやん、そんな事件。母国の宣伝しないといけないの？いつ配信で必ず宣伝してこない？ノルマ食べやすく切るって何切り？何切りか教えて俺も。先生が韓国行っても何も起きないでしょ。わら。いやいやいや、韓国ちょっとあれでいきます。乱切りで。輪切り。その電池巻きだと祖国人としか思われないから安全だな。なんだ祖国人って。みじん切りはやりすぎやろ。なくなるで。いいよ。今の韓国の大統領の名前は？パク、パク、パクヨネちゃん。外なしで普通に生活してるし、竹島旅行なら行きたい。竹島は鳥取じゃないのか。ジェ、巻き、ボールにめっちゃ血溜まってるやん。違うで、誰の血でもない、これは。怒りのゲロキムチ待ってます。なんだそれ。船は今獄中やぞ。獄中なん？捕まったん？キムヨナ大統領だよ。え？キムヨナってあれじゃん。スケート選手じゃないのか。あ、俺あんま人参、まあいいか。ちょっと人参多すぎるかもしれんけど。みじん切りサイズはロス。先生って人生で。どこ行った？ゲロったことあるの？それは知ってた。ないよ。後ろの人興味ないけど、まさか大阪直美に必要なのは漂白剤らしい。いや、それ A マスターやろ。ぼ、失言やめろ、吉本芸人の。それ小さくなっちゃうよ。そうやな。まあまあ、まあこんなもんでいいんかな。じゃあ、じゃあじゃがいも。今日は玉でじゃなくて、あれ。あ、こう行きましたから。俺もない。なんて？カルベーネブイヨン。何それ？成城石井。ちょっとね。高級スーパーライフに行きました。そうそうそう。全然ないやん。何それ、むちゃくちゃなこと言うな。上司かよそれ。なんか一発ギやった。わからん、何やそれ。光スーパー高いからな。ボルシチ食べるってことは赤ワイン飲むんですよね。まあ俺ワインあんま好きちゃうからな。ちょっとでかすぎたな。ボルシーにはなんかワインって言いますけどね。ちまきに音か1グラス飲んでもらいたい。さすがにその顔でワインは控えたいよね。いや顔関係ないろ。所属じゃないの。待って、先生カレー作るの？ボルシチだよね。ボルシチです。ワインないやんけ。カレーの勢いやなこれ完全に。いやボルシチはもうあれだからね、カレーやから。その顔で。斉藤優その顔で。なんか最近なんか、その顔で？いやいや、どの顔でもいいやろ。ロシア人みたいな顔じゃないとあかんかった。そう、肉じゃがになるかな。ああ、そうやな。こういうのはすぐにやらんと。似てないが？いや、もうなってるから。島津キッチン。やめろ。その事件は触れたあかん。いや、箱ぼれしてないと思うよ。こないだ買ったとかやし。よいしょ。あ、それと、あれですね。いやいや、もこみち。まあ、もこみちはかわいいけどね。かわいい、かっこいいけどね。なんでかわいいって言ったんやろ。神隠しやろ、あれは。ひょっこり帰ってくるやろ。じゃあ、一家4人を刺した方？
はやってない。可愛い白さ、7歳が好みなんだ。ちょっと失言やったな。使い方が問題だろ。自主して、ホモだったんだ。いつ買ったかじゃなくて、ホモじゃない。缶詰開けるのに使ったら刃こぼれしてておかしくないだろと言ってるんだ。え、先生も小道の顔可愛い派、結構ハードだね。あれが可愛いって子も。かっこいいよね。ちまき先生。違う。さんいじめないでみんな。そう。ペペさん、俺ペペさんじゃないぞ。まあ最近のモコミチは顔膨れ上がって以前やってた整形の組むの自分の劣化と同じになってるという。最近モコミチ見えへんもんな。モコミチさんとね、いずれやってみたいな。普通、この顔で？この顔で。よいしょ。じゃあ早くやらな。玉ねぎ何人？多かったな、確かに。なんか仕事ね、なんか疲れた時とかヤフーニュース見出すよね。そうそう。料理バトルね。バレたか。スパシーバー。ロボット役。ロボット役、演技下手って言ってんのか？玉ねぎもキャベツも、なんやこれ、何切りか書いてくれてね。くし切りか？これなんか途中まで肉じゃがやぞ、完全に。違うわ。なんでポルチオなんねん。ちょっと待って、これ、やばい、4人前作ることになってしまう。マジで？みんなやるな。誰ですかそれ？誰が入ってんのそれ？ちょっとくし切りがね、ちょっといかんせん苦手なもんでね。すいません、うちの母親がこうやってたから俺もこうやるわ。なんか法があるようでないような場所かな。ぎこちなさすぎ。大丈夫？醤油とみりん用意しとく？その顔で。だから。ちょっと料理を見て、どういう切り方なんだろう？って考えられないのってやばいよね。書いてないんだよな。大体で、まあ絵見て想像でやるしかないな。まあ、玉ねぎはそんないっぱいいるかな。少なくとも缶切りはないよね。西成よりやばいんですか？まあでも入れるか。缶がバッコしてるんでしょ。ちまきが育った場所、それが岸和田。何それ怖い。そういや今年もまただんじりこけて負傷者出たらしい。そうやな。で受け止めてあげないの。俺その場におらんかったからな。ダブル三年料理やってるでしょ。わら。そうそう、だんじりでね。そうそう、また事故あったんかな。まあ事故ない方がおかしいねんけど。電信柱とか普通に折れるからな。そうそう、でもめちゃめちゃ怖い思いしてさ、なんか中学校の時にだんじり引いてたんやけど、その、なんていうの、だんじりのちょっと前らへんで引いてて、本当じゃないと思うよ。で、やり回しっていう、やり回しって全然卑猥な言葉じゃないで、やり回しっていう、なんか、パレードみたいなのあるんですけど、その時にね、カーブ思いっきり曲がった時に、その縄がね、ピンってなってて、ピンって張ってて、なんていうの、プロレスのさ、リングみたいになっててさ、その、こう、ビャンってなって、人が飛んでいったのを見て、ビャンって飛んでいった人が電柱にぶつかって、そうそう、副団長さんが飛んでいって、救急車運ばれていったのを見て、俺はやめようと思って。いやもうこれあかん、来年から絶対引かんとこうと思って。暗黒ワード、だんじりを引いてるはずがいつの間にかだんじりに引かれてたっけな。そうそうそう、だんじりって男の尻のこと。いや違います。尻をやり回すの名物人間ミサイル、そのリンクは前日ですか？前日じゃないよ。違う違う、プロレスじゃない。タイトル、やりリンカンシおもらい。そんなタイトルつけんな。そうそう、やり回しっていうね、なんか一番の大舞台みたいなやつなんですよ。へえ、そうなんや。でも俺知らんかったな、それ。へえ、そんな言われんねや。マジか。どういうことだよ。そうそう。駅前とかね、カンカンの
カンカンって誰もわからへんか。こんな全国ネットで配信してんのにカンカンとか言ってわかるよね。カンカンのね、近くにやり回しするとかあるんですよ。なんかショッピングモールあるんですよ、カンカンっていう。ちゃいちゃい、これカンカンちまきさんには黒塗りの車にぶつかるよ。どういうこと？今度キムジョンウンもキャベツね。コーナー攻めようよ。岸和田カンカン。いや、なんでそんな。ああ、カンカン俺もよく言ってたよ。踏切かな？カンカンってお金入れるために置いてあるやつでしょ？カンカンで回し。違う違う違う。カンカンの前の交差点かな？でやります。そうそう、岸和田とか、そうそうそう。そう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 、大変やね、大変やね。というか俺の友達もね、あの同級生でね、まだ弾いてる人いるけど、すごいもん。あの知ってます？あの闇ワードの、あの走り込みという謎ワード知ってます？走り込みという、あのなんていうかな、あらバック前もやりますね。あのやり回しっていうね、その、やり回しじゃないわ。走り込みっていう、だんじりって9月に始まるんですけど、1月ぐらいから走り込むのよ。なんか夜中に体力つけるために走んねん。怖ない？いるいる。めちゃめちゃ怖いで。やばいで。その、半年後に向けて走り込むんですよ。で、夜中軽トラとか引いたりすんねんね。めちゃめちゃ怖いよ。もう50人ぐらい走ってんちゃうかな。そういうのがおかしいって思えない時点で、お前の缶詰の開け方も怖いよ。まあそれはそうなんだけど、ね、のだんじりで死者あんまり出ないのに、天ヶ崎のだんじり毎年死んでるのなぞ。それはなるほど、質があれなんか、質というかね、テクニックが違うんかな。そうそう。はい、何やったっけ。あ、8分の1でしたっけ。キャベツは8分の1個。だから8分の1個やから、これ4分の1個やから、ん？ちゃう。半分やから、半分の半分か。はいはい。何、自分はまともですみたいなこと言ってんだよ、この配信で。今日は何人前で、私はまともです。前提で祭りするんや。大阪の人が岸和田の人には関わらない方が良いって言ってました。まあまあそうだよな。 8kg のバックパック背負って 100km 行軍訓練してソロキャンシーを1時間経ったよ。早く作って、早く早く、何してんねん。おい、家の塀当たりすぎて保険が無効になって家の前こと禁止されたこともあるんだぞ。マジで？マジか。今週行け。今週行け。あ、でもキャンプね、もう、冬キャンプとかも、死ぬよね。ガチで。なんかもうだから。南出身のやつは基本的に警戒しろ。そうそうそう。それはよく言われる。グランピングとかね、いいよね。岸和田には特別な休みあるんだぞ。だんじりシーズン働いてると精神病扱いされる。そう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 。だんじりやのになんで休まへんのみたいな。逆に疑われるからね。気をつけろよ。配信録画いつになったら様子でにウプするの。ちょっとウプします。任せてください。だんじりってなんでそんな挑戦の人は燃えるのか不思議。挑戦の人いないから。この間の配信の時にすぐにやります、うん、今日やりますって言ったけど結局やってないからね。嘘しかつかん。そう、やります、任せてください。今週末やります、必ず。やらせていただきます。ちょっと待って、どれぐらい何切り？あ、一緒のぐらい？はいはい。今週末はキャンプだろう。キャンプ無理だよ、もう。一人で行くのちょっともう怖いわ。あれ。その前の配信の時も、そのまた前の配信でも同じこと言ってたよね。もう私はもう生まれ変わりました。更生しました。壊れるな。いや、だんじりの時はとこあるんかな、大阪とかで。
大体でいいか。ニューハーフヘルスはいつ行きますか？誰だよ、ランプ楽しい。いいとこ行きたいですね。もう一度行ってこいってんだ。ランジで来えよ、もう。ランジじゃねえわ、キャンプ来えよ。そうやね。そう、間違いそうやね。間違いないな。誰がアラド戦記やってないよ。なんか、俺、もう転生しまくってるから。はい。え、めちゃめちゃ時間がかかるけど頑張ります。あとはもう煮込むだけか。あとニンニクやもんね。ニンニク、ニンニク潰す。よいしょ。ボルシチ初めて作るな。でもなんか作ろう作ろうと思ってたけど、なかなか作られへんかったな。こんな量食えるかな普通に。食べたことないからどんな味するのか全くわかんない。そう、こんなもんか。ベータイタカン。いや、もう今日はね、ベータカン、パン、パンで食う。パン残ってるんでパン派になる俺はおいで。あー、鍋にバターとオリーブオイルを入れ、中火で熱し。すごいよな、10周年ってすごいよね。サワークリーム買いましたよ。パンを洗いません。この顔で。まんまじゃねえかよ。ノーライス。ノーライスライ、ノーライフ。この顔でパン。鍋に、バターとオリーブオイルを入れて中火で熱し、牛肉炒めて、そっからか、牛肉炒めてからね。はいはい、承知。元気100倍、パンパンマン。パンパンマン。合戦承知のすけ。10年だけど実質普通の買い名前のサイト入れると12年目ぐらいになるんじゃね。あ、そうなんや、すごいな。そんなや、俺もね、配信サイト作りたかった な。俺も作ろうかな、配信サイト。ね、副業として。株？ビーツ食べたことない。チマチューブ、チマチューブ作ろうかな。チマツベ、チンコ配信専用サイト。何、チンコ専用配信サイトって。チンフェイブ、サーバー代で赤字になりますけど、そういえば先生が大きなマッチングアプリでお前なサーバー代がかかるな。言ってくれる女が出会えるらしいよ。わらわら、行きたくねえよ。チンコズ料理配信のみ、アマゾンギフト3万もらえる。あ、料理配信サイトとかいいかもしれんな。あ、それいいな。目のつくどころが、ちょっと、神々やな。目のつくどころがシャープやな。うん、男じゃねえか、結局。どこ、バター。バター 20g。守らない男がやってる配信サイトとか速攻潰れる。料理研究家、料理できる人が配信するところだぞ。ちまきはお呼びじゃない。お呼びじゃない。料理配信、俺は管理だけするって。してないサイトになるべ。それはそれで面白いやん。そうなんかね。配信ゼロ、ひまわりストリームみたいな感じになっちゃうかもしれない。悲しいな。先生、それ3個入れた？2個入れました。 20g なんで。てめえには管理できねえだろ。いや、もう委託するわ。俺はコンサルとして働くから。月3個の頃料理してんの？最近見ないですね。すごい、 20g 計算できた。いや、もう分けられてっからな。料理の腕上げてください。そうだな、料理の腕上げてからだな。バターとオリーブオイルのハーフ&ハーフで。
もうなんか塩コショウとかせんでいいんか。計算できたらちゃんとご褒美のバナナあげてください。誰がチンパンジーだ。誰がチンパンジーなんだよ。あ、そういうことなんだ。料理だと思ってたんですね、本気で。本気で。ちょっと牛肉を買いました、今日は。玉でで買ってないから。やっぱ玉で以外の牛肉めっちゃ美味しそうやねんな。玉でで牛肉は買わん方がいい。肉はあんま買わん方がええな。魚とか、まあええと思うけど。ダメだろ、笑。え、そうなん。で、肉を入れます。爽やかジャパン。玉入れで買っていいものって何があるの。スーパー玉系、既製品とか。マジ。違う。生でやってます。弁当はあんま良くないよ、ほんと。まあ俺もう食えるけどな、全然。玉での弁当なんて俺もうとっくに食えるようになってるよ。はじめお腹壊すかなと思ったけどね、全然いけるよ。バター肉炒めになってんな今。全然玉での100円弁当食うで。まあ良い子は真似せん方がいいよ、絶対に。玉ねぎって書いてないもんな。普通玉ねぎなんかな。そうそう、タレご飯弁当売ってるよ。パチンコやと思うよな。ニンニク、ジャガイモ、ニンジン、キャベツ、玉ねぎ全部入れるってことか。肝入り。いや売ってない売ってない。もう最近ないよそんな。肝入りってもう毒じゃん。で、何だっけ、デオキシリボ核酸じゃなくて、何だっけ、その、テオドキシリンみたいな、ありますよね。俺絶対玉入れだけはいかないって使うわ。うん、それの方がいい、絶対に。で、じゃがいも入れ。何でしたっけ、テトロドロキシンみたいなやつ、そうそう。ペニシリンみたいな。名前が全然思い出されん。人参、じゃがいも、玉ねぎ。ちょっとこれ、やばないこれ。なんこれ。半合水産の量やぞ。ニンニク。イタリアン。ロシアの料理ってなんて言うの？ロシリアン？なんていうの、ロシア料理だね。スパシーバー。ハラショウ。プーチン、プーチン。そう。あ、ロシアンか。ロシアン料理って言うんか。生ハムね。いいよね。キャベツ入れます。なこれ大丈夫？痛まってる？野菜炒めじゃないが、ボルシチだが。あ、めっちゃ重たい。ちょっと返していかなあかんな。天地返してかな。これ結構炒めなあかんかもな。野菜結構多いし。なんて。消防車。ミグ29、何ミグ29って。何それ？料理？
や、なんか塩コショウしたいな、でも。消防車、消防士に乗られたかったんですよね。そうそう。野菜は練習すると早いんだよね。あ、野菜はな。練習しときゃよかったな。ちょっと待って、検証になるわ。いや、もうね、6本ぐらい入んちゃうかな。指。前髪がもう、だいぶ後退してきてる。8本。いや、やめろ。何やアナルニアって。そう、ハゲてる、ハゲなんかもしれんな。20。だいたい痛まったら、あれか、何の話してる。貴様は何の話をしてんだ。いや、なんか完璧、なんか野菜炒めカレーになる前やな、これ。違う違う、健全なやり回しやから。いや、そこまでじゃないよ。そう、でもなんか最近もう、なんていうの、世界の真理に気づいてきたわ、やっぱり。そんなに？筋肉の噂。筋肉やっと面白くなってきたよな。よし、油が回ったんで、水とビーツ入れていきます。そんなかかってへんやろ。水は3と2分の1。そうですね、3と2分の1。ってことは350、じゃあ400ミリか。ちもちさんは韓国人だってこと。あとはカレー粉入れて完成ですね。なんでカレーにしようとするの。カレーじゃないから。キャプテンボンバーっていう筋肉にそっくりな芸人出てきたから。キャプテンボンバー、なんかもうすごい名前やな。あ、そうなの。大阪の人ちゃうの。ちょんまき。水入れます。よいしょよいしょ。で、なんだ、水とホールトマト、ビーツの缶詰。あれ、あ、ホールトマトだった。よいしょ。いや、ボルシ、どんな味なんやろ。でもトマトスープかなって思ってたけど、やっぱトマトスープなんやな。トマトスープっぽい味やと思います。マグマ中山。マグマ中山。ルー大柴入りますか。誰？いや、カレーちゃうからな。ビーツ。あ、やっぱビーツ。これか。とうとうビーツ入れるときたか。怖い。ビーツってなん、株ですよね。赤株ですよね。赤株？コンソメとかは入れないの？コンソメ入れますよ。ビーツ入れて、でこの後味付けしていく感じか。うわ、ボルシア。貝柱みたいやな。うまいな。で、固形スープの素を結構入れるのか。ビーツゲザー。こんばんは。やめろ。やめろ。上司、上司今日優しかったから。上司デレ。ああ、マジ。主に。なんかこ。キムチの赤。
ちょっとどれぐらいって書いてました。固形スープの素がねないんで、顆粒しかないんで、だいたいギュッてした時どれぐらい、なんかね、また三角コーナー、上司が優しいのは対象の人物が病んでるとか気違いだってことに気づいたからだよ。まあ確かに先生の顔ってロシアか日本のどっちかというと韓国かな。どこだよ、なんで韓国になってんだよ。三角コーナーじゃないから。固形スープの素じゃないですか。固形になってたスープの素。塊ばっかやん。よし、でもちょっと煮込んでいきます。なんで顆粒タイプの入れ物に固形入れてるんですか。いや、固形になってたんだ、なぜか。どういうことかわかんないけど。おいで、どこまで行ったんだ。塩煮立ったら蓋をして弱火にし30分煮る。30分も煮るの、やば。30分やりすぎやろ。よいしょ。でも先生よくならの大仏に似てるねって言われない。それどっちなん。平気ですか。褒められてんの。大丈夫です。今日もダメそうですね。いやいや、今日はまだ全然レシピ通りいってますからね。ローリエ、あ、ローリエここでいるの。ローリエどれぐらい、に1枚か、まあ、2枚ぐらい入れてあげよう。ダンカンこの野郎、ビービーツたけし。ダンカンこの野郎。はいはいはい。ハンクスクリソツですね。何ですかそれ。どういうこと。で最後に塩少々、黒胡椒で味を整えて、器に盛りパセリを散らしてサワークリームを乗せると。はいはい。サワークリームは一番最後なんだな。ローリエ入れるときビビって真ん中の筋まで破ると効果上がるあらしいで。そうなんや。はい、わら。そうなんや。ローリエちぎった方がいいんや。サワークリーム火を通すと酸っぱさ飛ぶから。あー、ねはんほとけ、寝てる大仏。よし、これでちょっとじっくりやっていきます。よし、ここからちょっと待ちます。もう煮込みタイム。ちょっと洗い物します。サワークリームね、めっちゃ探したけどな、どこにあるんやろうと思ったらチーズコーナーにあったわ。そう、納豆大好き。そう、一発ゲータイム。やばいな。蓋はね、後でって書いてたよ。煮た、あ、書いてるわ、ごめん、今でした。サワークリーム探せない男いる。ご飯タイム。いや、サワークリームどこあんねんと思ってさ。その料理はセクシーですか。小泉。サワークリーム牛乳コーナーやない。チーズコーナーの横は牛乳コーナーやったね。よし、でちょっと煮込みます。いや初めて買ったサワークリーム、なんかマジで。サワークリームってなんなん。よいしょ、これ買いました。これしか売ってなかった、このなんかメイトのサワークリームっていう。これありそう。リングルス、そう、乗せる、混ぜる、塗るって書いてんな。パンとかに乗せたら美味しいんかな、これ。なんやろな、フライドポテト、ポテトサラダ、フルーツサンド。あー、なるほどね。そのまんま酒のあてにしよう。でもポテトとかにつけたらうまいやろな。首に塗って遊ぶやつだよ。あれ、俺 AV で見てたの、あれサワークリームやったん。酸味があるからたくさんは使えない。あ、ヨーグルトみたいな匂いやな。
ヨーグルトかこれ。あ、やっぱスプーンなくなったんやった。見てたんですね。ヨーグルトみたいな。あ、うん。あ、なヨーグルトやな。クリステルはセクシーなの？クリステルはちょっと老化がちょっとね。ヨーグルトって聞こえた。俺はめっちゃ濃厚だから、うん、ヨーグルトや。それで洗顔しよう。これで洗顔？なんか変なもんいっぱいできそうやで。セクシー。いいな。でもなんかめちゃめちゃ美味しいわけではないのか。なんかに乗せることによって美味しくなるような感じか。新しいイラストがあります。今ちょっと適当なこと言ったけど、なんなんそのバーンしてくれ、そのその絵を、そのそう、先生の顔荒れてるからね。そう、うん、そうそう。私に嫌われる男の食べ物、うん、第1位、サワークリームをヨーグルトみたいに食うくんって、セクシー俺じゃねえか。俺しかいねえじゃねえかよ。あー、なんかその、このなんか。この先生の絵描いた人、さっきも配信者の裸の絵描いてなかった。なんで知ってんだよ。なんでちょっと有名になってんだよ。俺も絵描こうかな。ちょっとこれからなんか絵の練習していこうかなと思って、あの、絵が下手やから絵を描かないじゃなくて、やっぱり、なんで、何にでもやっぱ努力とか練習っているんやなって、すごく気づいてね。だから、苦手な絵とかね、ちょっと。そうかな。そうですね、料理とか特にそうですね。料理作るの大臣みたいな人物なんてセクシーに食べてください。そうだな。残念な人しても変わらない人もいるしね。料理上達してないから絵描いてもまず料理しろと。料理もできないやつが絵なんか描けるか。そう突っ込みやめてくださいよ。心のないやつは大概料理も下手。マジか。そうか、確かにな。創造性が欠けてんかな、やっぱり。文句とか書いたら一発でアウトした人じゃね。ああ、やっぱクク様。見たくもなるでしょ。そう。そうそう。よいしょ。創造性はすごいあると思うよ。常識がないだけで。常識がない。うちの親父ね、めちゃめちゃ絵うまいんですよ。何ができる？なんかうちの親父がめちゃめちゃ絵うまいから、なんか俺もその才能あるかなと思ったけどね、全然でしたね。よいしょ。料理以外何ができる、何ができんやろうな。マジで何もできんからな。何ができる？スカイプできます。そうそう、ギャンとかめっちゃ書いてた。ギャンとかビグザムとか。いや今日はボルシチですよ。マグマ鍋じゃない。マグマ鍋って言いにくいな。そう。そう。ああ、そうそう。人悪口とかね。そうそう。遺伝子違うんかな？お前の子じゃないんだよって。そうそう。あ、そうそう。なんかね、俺マジでな、あの、親父にな、認知されてなかったんだよ、俺。しばらくの間。認知してくださいつって。ひどいよ、本当に。韓国じゃないよ。ロシア料理ですよ。そうそうそう。橋の下。マジでな。そう。あ、マジで？笑えねえ、笑えねえな。認知されていると息子は親を養う義務が発生する。ほう、認知とかどんな関係やねん。認知してください。開口くしいてください。過ちの結果がちまきだもんな。やめなさいよ、過ちって。てことは先生の家で既婚なの？いや、わからん。いや、でもそんなんて親に聞けんくない？なんか、つまり先輩さんは押し付け合いされてたんです。どうなるの。
なんか、そういうのって聞けないよね、ほんと。相当、なんかやっぱ家族で仲いい、なんで仲のいい家族とかやったらさ、聞けるかもしれんけどさ、聞いてみてよ、無理やで。君らで聞こん。しばかれるぞ、ほんとに。何も説明がないということは、そういうことだ。うん、そういうことなんか。辛いな。悪魔の子？なんか宗教。何やそれ。あー、なんかあるよね。いやでもね、なんかすごい気になることがあって、俺 AB 型なんですけど、父親が B 型で、母親が A 型やから、全部ありえんのよね。あ、じゃあ AO と BO やから全部ありえんのよね。なんかそこではね、判断できないんですよね。生まれるじゃん。そうそうそう。よいしょ。親父のミスでできちゃったとか聞きたくないだろう。キリストじゃねえか。キリスト、キリストなんですか。アブ型の男の人って基本やばいよね。まあそれない。大概普通のやつに会ったことはない。そう。なんか AB 型の周りって AB 型集まるよな。これあるあるやと思うねんけど。ワンちゃん母親がまだ処分。マジで。検査した？本当にアブ型？ AB 型やと思うで。先生はアブってよし。やっぱアブ型の人でもアブ型ちょっと変わってるなって思うの？うん、思うね。あー、やっぱ AB 型か、みたいなことはやっぱある。どういうことや？ AB 型、天才もいるから、ね。先生、こんばんは。こんばんは。弟はもう B 型やから、完全な。そうそうそう。いやー、よいしょ、弟、仕事見つけたんかな？最近全然連絡取ってないぞ。お年玉あげてから何も連絡がないぞ。ああ、フィジークのな、大会終わったんかな。ああ、そうそうそう。いや、もう失敗作な。失敗料理？ガオン？そうなん？一人っ子で B 型？また？その正月だけ出てくるやつ？正月だけ出てくる親戚？親戚とかいくら払ったらいいんやろ。おばんは。え、違いますよ。トマトです。そう、まあな。慎重にっていうことやな。よいしょ。韓国兄さんおじゃ。まあ、誰が韓国に誰が韓国兄さんだよ。はい。あと10分ぐらいあるな。なんか作るか。いや、すごい赤くなってきたな、これ。キムチ鍋では大丈夫か。先生は親戚来たらあんた出てこないようにって言われてるんでしょ。誰が子供部屋おじさんだよ。誰が子供部屋おじさん。そう。キュウリの漬物作ろう。ご飯炊いた？キュウリの漬物ね。あ、ピクルスとかね。キャベツで作れたらいいよね。甘酢漬けみたいなね。あ、それやってみたいな。食紅入れて赤さましましょう。食紅？あ、なんかザワークラフトみたいなの作ってみたいな。ハングル語コード。あ、いや、ピクロス。そうそうそう。あるよ、引き割り。おばは、半日じゃないぞ、これ。なんで？親族にいたら顔、嫌な顔ランキング1位。いや、あんまないんすよね。もう、出張のやつってないんすよね。昨日は納豆だったんでしたっけ。納豆でしたね。納豆美味しいよね。なんていうの、ザワークラフトっていうのかな。探したのか。そう、ザワークラフト作ってみたいな。ザワークラフトってどうやって作るんやろう。え、なんか素でつけるだけかな。ザワー
クラウト。あ、クラウトか。あ、なんかリンゴ酢って書いてんな。リンゴ酢？リンゴ酢でつけてんのあれって。フランスパン切ってガーリックバター塗って焼いてサワークリーム決めよう。あ、おしゃん。あれは塩でつけてるんじゃないんです。塩つけな。あれマッチングアプリで出会った女の子に怪しい店連れてかれたって記事見たから先生も気をつけて。そうだな、出会い系は良くないんかもな。チンコ酢？どこで出会えばいいんだよ俺は。よ、全くだが、もう本当全く出会いという出会いがない。本当に本当、どうしたらいいの。もうなんかやばい、もうなんかやばいよ。もうあれやん、クリスマス来るやん。もうなんかじんましん出てくるわ、なんか。職場にいい子ね。いやー、でもなんかね、その既存の女の人は嫌やからな。なんかこう、なんていうのか、新規の子がいいな。なんか新しい出会いというか。そう、あ、料理教室ね。だからみんなメッセージいいかもしれんな。そいつやべえやつやんダブルってなるから会えないじゃない。いや、プロフィールは普通やけどな。メッセージも普通やけどな。新規の女紹介して兵庫 B に言うの。転職しよう。あ、転職もまあまああれだよね、環境か変えて相乗り。ああ、昨日の料理見せたら。テラスハウス出ようかな。もうテラスハウス出たいな。あのさ、全然関係ない話だけどさ、バチェラーってあるやん。バチェラージャパン。あれマジで、誰が見てんのあれ。腹渡煮えくり返るような番組やな、あれ。なんかアマゾンプライム押してるけどさ、何やのバチェラー、バチェラーって金持ちのなんか、なんかね、金持ちの、まあ、下級民族をね、バカにするような、ほんとやだわ、あれ。俺見るかもしれん。ちょっと1話ずつ見て感想書いていこうかな。マジで。いや、俺は見たくないのよ。なんか CM とかするからさ。堀さん出てんの？だからあのモテるんか。マジか。あ、そういうことか。なんか女の子がさ、がっついてなんかね、なんか2倍おもろいな。いやー、いや、バチェラーじゃ見てないのよ僕。だからこれが見ようかなと思ってる。とモテテクをちょっと勉強したいから。もう苦虫をかむ思いで。誰もつらつらいなそれ。俺出る意味ないやん。そうそうそう、バチェラトラック、バチェラトラック、バチェラージャパンか。いや、絶対イケメンは絶対あれ整形してるよな。なんやかんや言って。先生はあはんはん言ってればモテるよ。いや、惹かれるやろ。バキュームジャパン。何ですか逆。何ですかそれは。ザワークラフト調べてんだ俺。うわぁ、三重苦。あ、スーサと塩ローリエでいけそうやな。なんかウィンナーって書いてあるな。ウィンナーもつけるんかこれ。化粧してよ、聞きみたくイケメンになれば。な、俺もね、化粧品とか結構好きなんやけどな。あー、そうやな、なんか佐々木朝日みたいになりたいな俺。あのね、何につけるんですかね。何つけたんやろ。ボールとかにつけたんかな。ボールでやってみるか。回してる。回してないな。佐々木朝日好きな顔なんですよ。なんかあのなんかトカゲみたいな。眉毛ね、整えてるよたまに。女装が好きなんではないです。そう。いやー、職場の人にバレたらどうすんのよ。仕事辞めなあかんようになるかもしれない。仕事辞めるか、YouTube、ネット辞めるかになるよね。だから甘酢漬けみたいなことか。関根リサはちょっとヤンキー気質すぎるからね。あかんな、もう。
でもそういう人のなんかファンミーティングとか行ってみたいな。化粧して顔出しすればわかんなくない？ああ。料理バラエティバレたらどうなる？チンケもかどうなんやろな。いや、チンケってどういうことですか？マリネがあるな。ミキポンは？あ、もうミキポンかわいいよね。そう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 。とりあえずこれな、え、これ普通につけるだけでいい？え、これ切った方がいいんですか？キャベツの芯を切り落とし千切りに、あ、千切りにしますって書いてるわ。ごめん。ぶち込むとこやった。危な。千切りか、ここに来て。これ後ろのスライム煮込んだらスライムベスになるんじゃね？無心じゃないの？スライムベス。いや、なんかね、芯を切り落とし千切りにしますって書いてるわ。千切りやったら、戦艦さんが珍しくレシピを読みましたね。包丁使って、いやいや、これぐらいはね読みますよ、私だって。キャベツの千切りってどうやってやるんでしょう。ちょ、忘れてるじゃねえか。忘れてんじゃん。こうじゃないよね。こうだよね、多分。いや、あ、分からん。え、千切りってどうやってやるんですか。芯切らず、わら。芯を落として、わら、普通に薄くじゃない。発酵させるって書いてるけど、今から作ったらただの塩もんじゃないの。ダメだこりゃ。先生はみじん切りを覚えた。米印パニック起きてます。そんなんだから鳥頭なんて言われるんだぞ。普段あまりにもレシピ読まないからハングルしか読めないんだと思ってましたよ。元ポコチンテレビのえっちゃんとかは、誰だポコチンテレビって。やめなさいよ。ピーラーで鳩直角に切ればいいぜ。危ない危ない。そうなんだよな。芯を落とそう。そんな刻まなくてよくない。やべえな。どうなんやろう。へえ。ちょっとやばい、終わったくさいな。もういい。いつからだ。ギリギリに笑う。キムチ鍋大丈夫？キムチ鍋じゃないよ。怖いな。怖いな怖いな。怖いな怖いな。また惰性Tシャツ着てんな。いや、これイケてるから。イケてる T シャツだから。今晩はお子さんちょっと日に近いので遠ざけた方がいいかもです。お子さん？でこれをなんか酢漬けにするんですよね。下手なホラー映画より怖い。スーパーダッグ。耐熱ボールに入れ位置を合わせる。耐熱ボールに入れで位置を合わせる。隣の子ですからね。地獄のキッチンをジャス。どんだけ食うの。わら。いや、もうこれだから一日で食わへん。そんな。すっと消えました。後ろの人と愛の結晶できたのか。そうそうそう。いや、マジでそれ、やめて。俺ホラーとか苦手やから、マジで。やめて。そんな怖い話せんといて。下手な料理番組より下手。下手な料理番組より下手。すい。ちょっとマリネも入れてみるか。先生が一番ホラー。スーとむせるやつ。戦艦さんの家って無駄に。やばい、なんかガソリンみたいにするな、これ。スライムも見てるぞ。たまに映り込む黒い影はマジで気になる。後ろの青い子と目が合いました。ただの誰でしょう。わらわら、その壁のへこみからなんか出てるよ。顔が。やめて、怖い話。顔はホラーじゃないぞ。入れちゃダメだよ。ガソリンだよ。ガソリン？ガソリン入れんだな。この状態で、3分。それは、あれだよ。塩入れ
すぎやろ。座敷わらしって、塩ちゃうで佐藤やで。股間にポークビッツついてるよ。わら、誰がポークビッツやんわよ。ジャンボフランクやけど。いや、マリネ、うん。でも、マリネって酢ですよね、結局は。砂糖かい、わら。そう。で、これを、ティンしよう。ラップはすんのか？足を振りって書いてんな。シオムですか？シャウエッセンはちょっと美味しいからあかんな。パキってなったらあかんしな。3分ラップをして3分ですか。ケイジ論には誰も勝てない。ちまきのソーセージ、おやつカルパス。おやつカルパス、ちっちゃ。なんでいつもチンチンの話しかしないの。チンコキャしたくねえよ俺だって。長すぎじゃないです。食べづらそう。いやよいしょ。早く配信終わってもうポケモン見たいのに。チンペだからね。そう。あ、そうだ、今日シャドーバース新パックのあれやん、リリース日やん。やらな。俺は今配給見直してます。なんかエモいね、アニメみたいな最近。よいしょ。あと何分かな。あと45秒。こんな時間経ってた。マジで？シャドーバースってまだあったの？まだありますよ、現役で。あと45秒できるやん。シャドーバーやってたの？シャドーバーやってますよ、もう。かれこれもう、3年ぐらいやってんちゃうかな。ベータ版からやってますからね。今日ご飯炊いてないですね、今日。またね、シャドーバー配信したいですね。いやー、女子高生の無駄遣いかな、今一番好きなアニメは。もう、漫画も買おうかなと思ってる。来た。よし。うわ、なんか、あれやな。わら、こわ、ご飯なかったら納豆食べられないじゃないですか。どうするんですか。納豆は納豆だけで食うんだよ。山田かわいい。病かわいいよな。食材の無駄遣いしてるくせ、みんな、なんか後ろで青い顔の人が覗いてる。こいつやろ。よし。多分、うまい。そうそう。ハーフだからね。うわぁ、なんやろこれ。ロールキャベツに似てんな。ロールキャベツっぽいな。多分味もロールキャベツに似てるんやろうな。ちょっと味見します。うわ、何これ。さんもとうとう幽霊見えるようになったか。ほぐしたロールキャベツ。ローリエ食べて、なんかボルシチじゃない。わら、スペアドブ。料理に落ち葉入ってますよ。今日はレシピ制作者の画像貼れなくて残念です。また吸った。うん、わからん。正解かどうかわからん。キムチ鍋にしか食べたことないから。いや、多分これ合ってるでしょう、きっと。類人猿おった。わら、すった。ぐっちゃぐちゃぐっちゃ。あ、ちょ、今日口の中、怪我してんねんな。昼飯で、とんかつ食って、とんかつの衣で口の中切ったからね。ずず、ぐっちゃぐっちゃ。全然違えよ。うん、まあまあ。
まずそう。うまいし、いいんちゃう？口内炎予備軍。昨日のニャッキで怪我したの？美味しいとはならない先生。食ったの中衣で切った身だ。で、最後に。まあまあ、スーパードツグ。最後になんかかけるって書いてますよね。何味？最後に塩コショウで味を整えて盛るってことか。とか。とんかつの中には刃物は入ってるのか？入ってませんよ。塩と、胡椒。スライム目動いたよ今。怖っ、怖い話せんといて。よし。普通のボルシチ URL。これ普通じゃないんか？パセリか。そのスーパードッグっておしゃれなの？え？散々バカにされてきたけど配信で。おしゃれではないと思う。先生今度から道の料理店パセリや。お店で味見してから作ったら。そうやな。どれが正解か分かればな。トマト煮込みみたいですね。トマト煮込みなんだよ。ほぼ。完成！こんな感じですかね。修学生が修学旅行で買うやつだよね。どれ？僕と？そんなにいっぱいかけるの？スパイス入れてみただけじゃん。いでいで。パン焼いた？パン、あ、パン。パン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 。ザワークラフト どうしてん？カレーになるから美味しいカレーになってまうやろ。あっ4人前になってしまった。うっ危なっ。ちょっと2とローリエを入れる。2誰も突っ込まないから、俺が言うけど、アクセルホッパー、わらわら。ん？ん？ 2 と3。2、ん？ 3、2、2と3。また出たよ、これ。また難しいこと言ってるやん。ああ。ちょっとなんか工程ミスったみたいよ。しまった。ポンポンスポポン。位置を合わせて、それを後で混ぜるっぽかったんですけど、先に混ぜてからチンしてしまったから、こう終わったんじゃないか。ちょっと終わりましたね。ちょっと汁がすごい。そう。間違えた、普通に。食えたらいいじゃん、あやや。ギリ食えないかもしれん。ちょっと流そう。これで粗熱を取って、冷やすらしいです。あ、あれ。あ、やばい、えげつない。匂いがえげつない。レシピ読めてたと思ったら、読めてなかった。温めた酢はやばいで。本当だよな。ちょっとこれにまた酢入れてなんとかリカバリーするわ。はい。で、これちょっと粗熱取って冷やしていきます。よし。これでまあ完成でいいやろ。よし。で、ボルシチ食います。ボルシチ、ボルシチ、ボルシチ、ボルシチ。おいさ、わら。赤ワイン風肉じゃが。え、見てなかったけど今日も温めた酢で蒸せたの？そうです。そどり。冷麺とラーメンのスープ間違えてひどい目あったことあるわ。捨てた？コーヒーと麺つゆ間違えたこともあるけどな。
完成でいいかな。なんだ。戦艦さんいつもやらかしますね。いや、やらかすつもりはないんですけどね。なんか結果やらかしたみたいになってるよね。美味しいって何でしょうね。トマトスープ的なやつじゃないですかね。よっほ。いや。あ、パン。パン焼こうと思ってた。いや、パン。このトースターでパン焼くの俺3回目ぐらいやねんけど。お前がか？あ！芳醇。芳醇ってなんか、なんで食べたことない料理ばかり作るの。その通りって花丸さんの小玉きよしぽかった。何パン？その通り。食パンです食パンでいきます。コーヒーフレッシュ入れよう。コーヒー、あ、そうそう、最後サワークリームか。わら、そのトースターいつもパン焼かせてもらえないからね。そう、初めてパン焼いたそうだな、シュークリームとかな。最後に、サワークリームか。はいはい。よし、これで終わりだ。できるやん。俺だって。できますやん。よいしょ。完成。です。サワークリーム煮込みなんて猿でもできるやろ。わら、いや猿は無理やで。あとはもう会社にも会社に配るしかないよな。多分それ見てボルシチアンダブルってなる人ほとんどいない説。なおかんきり。よし、また食べきれない量作ってアフリカと西なりのおっさんに申し訳ないことしている西なりのおっさんまでか。よっしゃー、できた。パセリ、うん、完成です。ボルシチできました。ちょっとバニラアイス乗せました。あれです、マスカルポーネじゃなくて、なんだっけ、サワージャワークリーム入れました。できたの？本当に？パチパチパチ。来ました。インサート。バニラアイス乗せないで。うまそうやん。うまそうやな。うんちじゃん。きれい、美味しそうやん。ちょっと白身乗せないで。写真撮らせて。赤ワインはその横に例の缶詰を置いてみて。ウォッカ用意した？梅酒ならありますが。先生ってバーとかに一人で飲みに行ったりする？いや、行けへん。それはちょっとね、身をわきまえてるから。俺みたいなやつが行ってもどうせ変な空気になるやろうなと思って行ってねえんだよ。なんで2回言っちゃってなの？確かにその顔だとね。そう、賢明な戦艦さんは好きですよ。ソロキャンプには行けるのにね。先生おしゃれな穴あき T シャツで行ってほしい。パンってどこに置いたらいいの？おばあちゃんとかおじいちゃんか。 iPhone で写真撮ったら連写になってるわ。わらわら、先生もおじいちゃん。わらわら、そうしてくれるとバーの人も助かるからね。ファーウェイのスマホだからじゃね。明日1日頑張れなさそうな料理上に乗ってていいよ。パイの包み焼きやってください。でも金パイの包み焼きな。ラララちゃうんじゃないんですか？何ですか？シーフェ湿気多いところにそのまま。安っぽいパンだな。安っぽいパンだよ、芳醇だから。バケットちゃうんかい。よし、いただこうとしようぜ。いただきます。いや、バケットとかの方が良かったけど、まあパンこれしかないから。ボルシチの中に石鹸落ちてますよ。久しぶりにスーパードッグみたいな来たな。焼いてますよ、カリカリしてるよ。キャンプ配信、
バゲット、あ、ちょっとそこまで脳が働かんかった。いただきます。うん、パンも作れよ。小学校の給食かよ。お酒は、まいまいまい、しっかりと味がついてる。キャンプするって言ってからもう半年以上経ってるよな。うん、まいまいまい。肉もね、いい感じにホロホロ。釣った、まい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 。もうちょっと煮込んでもよかったな。囚人の食事みたいだね。シュープリームズボイスーパードッグ。酒は今日のメニューはトマトソース冷ややっこですか。正直、うまい。これうまい。自己暗示パッシブ成功の掛け声。まいまいまい。うん、まいまいまい。ちょっとこれ乗せて食べてみるか。千切りキャベツどこ行ったの。あ、うん、結構シャバシャバなんやね。ホロホロみたいな感じじゃねえよ。全然あり。食パンがシュールですね。ビーツ食べてみるか。久々にビーフストロガノフやって。ロシアと、あ、ビーツなんか、うん、かもなく不可もなくやな。親の前でもうまいって言えるか。ありって。親の前でも超えるよ。うん、全然あり。なんかカビてる。え、なんかここに、え、カビ、カビじゃないよ、なんか顔があんねんけど、ここになんか。食パンは飾り。あ、え、なんか。でも今日の点数は。パンダみたいな。顔が。コサックダンスやってみて。ビーズ？顔ですよ、それ。え？これでしょ。やだなやだな、怖いな。それ俺だよ、食べないで。青のり、前やったんか。なんか嫌って光らなかった。わら、お子さんだよ。うん、これうまいわ、マジで。マジうまい。それスーパードッグ着ててもうまいって言えんの。いや、着てるじゃねえか。恨みを抱いて死んでいった悪霊の顔だよ。食パンマン食べたの。うん、まあ、わら、カビは得てんの。ダブル。うん、ジャムおじさん、おじゃ、うまいうまい。そんな感じですね。あー、うん、食パンしか進んでない。わらわら、めっちゃくやん。うん、今日覚醒剤決めてない。なんか挙動おかしいけど食パン美味しそう。わら、食パン風の発表。パン1で良いの。アフリカの子供の前でもその食パン食べれますか。食える、食えますよ。最高。わら、うまいうまい、うまいうまいうまい、うまいうまい。ウォッカ用意しろよ。わら、千切りキャベツどこ行った。はっ、いつの間に。いや、久しぶりにビール飲む。でもどうしてもビール飲みたかったんだよな。先生って食べてる時の感想パターンほとんどなくて面白いですね。はぁ、うまい。わら、辛口。アルチュー、いいよねこれ。ちょっと一回まずいって言って。いや、美味しい。今期の食事まず美味しい。悲しいか、やめれ待てる。悲しいか。スペアドグ、手の震え収まったな。わら、うん、なるほど。やっぱサワークリームのちょっと甘酸っぱさ、いや酸っぱさと、この、なんていうかな、トマトスープの旨味が、いい感じに相まって、なんかもう、口の中で、あの、ハーモニーが、です。うん。合わへんかなと思ったけど、合うね、サワークリーム。です。わら、星何個？無理しなくていいよ。星ハーモニーが三つです。です。うるせえ。どん、今日はオンのハーモニーですか。何種の食レポのつもり。で、明日発表ワイン。C
仕事から帰って料理作る体力あるってすごいね。うん、キャベツそう、もう仕事を作ることに命を捧げてるから。ハーモニーが出やす。そんな喋りだから女の子とご飯行けない。関係ないやろ。口の中で、ハーモニーが、です。ハーモニカでも吹いてろ。ハーモニカでも吹いてろ。いや、やっぱパンに合うよね。ご飯じゃないな、これ。ご飯でやってもターメリックライスとかの方が合うね。マジでおすすめ。美味しい。これだけでも全然うまいもんな。つまんない話しかしない人とご飯行きたい。パン誰のこと言ってんだよ。食パンじゃなければもっと合ってたと思うよ。うん。なら、フランスパンとかね、バゲットとかやったらね、いいなって思うよ。うん、美味しい。ほんまに美味しいわ。なんか、ま、なんかボルシチってまずいかなって思ったけど美味しいな。トマトスープやけどトマトスープではないのよね。なんかなんていうのかな、コンソメスープとトマトスープの間みたいな感じかな。先生の料理配信ってさ、次の日とかに先生の配信見て作ってみましたって人、芸人ですよね。当たり前だろ。当たり前っていうのもおかしいけど。まずいと思ってたってなんだよ。これを食べさせられる未来のニューハーフかわいそう。なんで俺ニューハーフと婚約してんだよ。うん、うまいわ。ただもうお腹いっぱいやもん。じゃあ。苦味ある？苦味はない。ほんまにトマトスープの旨味。そうそう、天官先生の配信見てジャーマンポテト作りましたよ。あー、いいやん。角度は夢だけが詰まってるね。ザワークラウトどこですか？ザワークラウトは今粗熱取ってます。今度スーパードッグ料理して三角スーパードッグの出番です。捨てる口実。サワークリームが日本人には新鮮で美味しく感じるんじゃないかな。そうなんかな。食べてからスタートしたの。サオの甘エビ食べた。甘エビ10匹食ってから始めました。僕も冷ややっこ作りました。美味しかったです。冷ややっこちゃうで。パンですよ。いやーでもこれ本当におすすめ。なんかまた作りたいとは、まあ、ちょっと、手間とか考えると、甘エビちょっとあれですけど。まあまあ、おすすめします。え、残ったボルシチの量が半端ないんだけど、明日の朝食べても食べきれないで。明日朝昼晩食うわ。一緒に飲んでたのね。お前痛風に良くならないね。エビだけ食ったんか。痛風なるかもな。いや、甘エビと。このシュプリームの店で買ったの。これをアマゾンで買った。スーパードッグ。甘エビは酒飲まずに食ったの。ちびっとだけ、ちびっとだけお酒をね。ちびっただけ。はい、明日仕事ですよ。明日は朝からまた怒られるんやろうな。やだな。お前マジでアル中だな。先生は余った料理をトイレに。金曜の午前中のミーティングが一番怖いのよ。もう怖いんだ。金曜日の午前中が俺一番怖えんだ。もう、毎回、さらし上げられて。大丈夫、大丈夫。すごい、なんか、そう、宿題が全然終わらん。晒し上げっていつも何してるの？役職者って大変だね。うん。ほんま大変やと思うわ。上に立つ人間ってほんま大変やなと思う。並んで順番にビンタ。怒られるというか、いつやるのつって。これいつやるのつって。いつできるの？じゃあ、スケジュール立てて。って。はい。スケジュール立てて。って。このスケジュールで大丈夫なの？って。根拠を示して、理由を教えて、いやだからこういうので、コース的に合ってますよ、このコースどうやって捻出するの、いやだからこのコースはこう、まあ、人を当てがって、その人誰が用意するの、いやだからその人はその調整して当てがってもらおうかな、調整できるの、調整はまあ、頑張ってやります、どう頑張るの、
って感じです、毎週。女上司、もっと面白い配信しろって言われてるんでしょ。そう。この説明の時点でお前が無能だわかるわ。そうなんだよな。無限ループ、無限地獄、わらわら、ゲニブシコンチ、無限地獄。チマコンチです。チマさんが、コンチです。彼女できない理由教えて、かわいそう。俺教えて、俺一応教えてくれよ。なんでなんでしょうね。そもそもそんなにお金もらってるのに、その次元の話してるの、うん、上司かわいそう、信用されてない。わら、じゃあお前がやってみろよって言って、そうだったらこの料理じゃないでしょ。うん、でもそうなんだよな。難しい。どういうことだよ、ベッドの上でやって。なんで一線交わってんねん。それは空格割れるかの起用として当然なんだが。そうだよな。クソだから農家やれ。もしかして農家、農家ええやん。向いてないんちゃう。そう、またね、リーダーやるんですよ。なんか、次は、もうちょっと大きい案件なんですけどね。ええ、また頑張ります。多分、来月からまた忙しくなって配信多分できないかと思いますけど、まあ頑張ります。先生頑張れー。まだ容器に残ってますよ。レシピ一回も守れなしやったら仕事できるわけないしな。そう。そうそう、プロジェクトリーダー、そうそう。いや、プロジェクトリーダーって言っても、ね、全部やるんですよ。マジで職場の人に辞めてもらいたいと思われてない？要件定義から何億億じゃないけど一銭もいかない案件ですけどね。そうそう。誰が撮影すんのよそれ。そう。一人チーム？まあ二人とかかな。うん。小さい案件ですけどね。毎日は愚痴こぼし配信やりそうだな。そうなんですよ。なんか最近ね、そう、なんかシステム開発って、要件定義、なんか設計、プログラミング、テスト、リリースってあるんですけど、全部やるんですよ。全部一人でやる案件とかあるんでね。うん、ちょっと、結構ね、ハードなんですよ。うん、リーダーってやーって言ってポーズ決める人でしょ。それ上島竜兵？そうそう。お前要件定義できるの？大変だ。できるよ。できるとか最近できるようになった。うん。今までできなかったけどね。そう。なってるな、その未来が。そう。まあな、Google の人は違うからね。誰に丸投げするので、頑張ります。最近できるようになった。そう。最近、料理はそこそこです。ああ、そう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 。勉強しますって、もう魔法の言葉やから。ちょっと勉強します。そう、最近、ね。僕から書くんだよ。そうそう、SE ってやつ。システムエンジニア。今度は急に手のひら返し。はい。てな感じで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。なんか久々の、なんかお酒美味しかったな。はい。ってことでまた次回、お会いしましょう。明日は配信しないと思いますけど、明後日はできたらやりたいと思います。はい。こんな感じで終わります。料理で家庭が想像できない戦艦戦艦ガチで向いてない、はい、一人で全部できれば独立しやすいでしょ。そうなんですよね。そういうのもあるよね。採点から逃げてない採点企画あ採点か採点忘れた高級にならないぞお湯で温めてあそうなんやキャンプ配信お湯です採点忘れてました。ククルライブアニバーサリーね、頑張りたいですね。採点する気なかったろ。よいしょ。投票を開始しました。ずっと使われて怒られる側に立つか、使う側に立てるかだよハゲ。毎日ハゲハゲ。コンかけなくなったん。わら。あ、今回間違えた。今回しまった。しまった。逆にかけへんようになってしまった。まあいいか。言うのもなんだけど、結果わかってるんだよな。結果わかってるんだよな。
残念でもないし当然の結果。センスあるコメントが見えない。そうだね。もうやめよっか、飽きたよ。いつも間違えてますね。間違いだらけの人生か。いやー、なんか明日はちょっとゲーム配信かなんかやりたいね。ゲーム配信か、スネゲの脱毛配信か、ね、シャドバ配信かやりたいね。おーい、おーい、おい、おい、別にうまかったぞこれ今日。なんで？20点低いな。マジか。FC のやつやってみたいな。そうそう。あれって対戦できるんですか、オンラインで。やってみたいね。そうだよな。そうです、ハーモニーです。ってことで、はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。取れば高いからな。1万で取ったんだぞ、このスライム。やりたいですね。またやりましょうか。おいです。お疲れ様でした。ありがとうございました。いつもお世話になっております。失礼します。また見てください。はい。